高宇尺、高宇尺、ファンウソク、1952年1月29日隊は、韓国の生物学者。2005年に、世界で初めて犬のクローン、スナッピーを成功させた、クローン研究者であり、獣医でもある。元ソウル大学工授医科大学教授、懲解免職。現在は、飼い犬のクローンなどを手掛ける、周ン生命工学研究所の所長。 2004年及び2005年にネイチャー史に載った日本の論文から世界レベルの人のクローン研究者とされ人の肺性幹細胞 ES 細胞の研究を世界に先駆け成功させたと報じられた。自然科学部門における韓国人初のノーベル賞受賞に対する韓国政府や韓国国民の期待を一心に集め、韓国では韓国の誇りと称されたこともあった。 しかし、2005年末に発覚した、人肺性幹細胞絶造事件、論文の絶造、研究費等の横領、卵子提供における倫理問題により、学者としての信用は地に落ちた。この絶造の影響により、成功法で ES 細胞を作り出そうとしていた民間企業が、研究継続の断念に至るなど、山中伸也が、 IPS 細胞の生成に成功するまでの間、ES 細胞や再生医療分野の研究の世界的な停滞を引き起こした現況とされる。科学における不正行為をテーマとした書籍で、たびたび言及される人物でもある。検証の結果、不正が認められ、韓国社会、学会、国際的な評舞台から追放された。一方、犬のクローンに関しては事実と認められたか。 抗ウシャクが作成に成功したと主張していた ES 細胞のうち NT-1 細胞に関してだけは唯一実在が認められた。ただしクローンによる ES 細胞ではなく単タたタメ発生による ES 細胞と結論付けられた。つまり2004年に ES 細胞の作成と世界初となる人の単タたタメ生殖に成功していたことになるが、 論文が不正であり、論文に記された作成に至る経過とは関係なく、偶然できたものと検証されたため世界とはみなされない。また、他の ES 細胞はそもそも存在しておらず、一つ以外すべて鉄像と結論付けられた。2014年に研究非重要や生命、倫理法違反などの罪で、懲役1年6ヶ月、執行猶予2年の刑が確定。 2010年代に入り、NT-1 細胞の特許がカナダやニュージーランドなど各国で認可されているほか、2014年2月には NT-1 細胞の特許がアメリカで認可された。しかし、人の研究者としては、抗宇尺は、韓国の学会からは2014年現在も追放されたままであり、当局より肝細胞研究の認可が下りない状態である。また、 ソウル大学調査委員会、韓国幹細胞学会などは、NT-1 細胞を、抗ウシの意図した製法ではなく偶然できたものとして、認めておらず、特許の登録をめぐって、裁判で係争中である。不正事件によって、表舞台や学会から追放された後も、未だ、韓国内に、熱烈な支持者がおり、支持者の支援で在野で、 集団生命工学研究所を設立し、元々の専門分野である牛や犬などの動物のクローンの研究者として研究を続けている。論文不正事件の後は、世界中の愛犬家から依頼を受けて、愛犬のクローンを製造するクローン犬ビジネスの第一人者となったほか、内外の公的機関からも軍用犬や警察犬などのクローン製造の依頼を受け、 優秀な麻薬探知犬のクローン犬トピーや雇用手のクローンなどの業績を挙げている。2013年5月にはナショナルジオグラフィックチャンネルにてロシアでのマンモス復元プロジェクトの特集。2014年1月にはかつて論文不正の舞台となったネイチャー誌でもクローン研究者として改め特集が組まれるなど国際的な復権の兆しがある。 2013年にはイギリスで愛犬のクローンを商品とするコンテストを行い、またしても倫理的な議論を呼んだが、キャンペーン自体は成功し、2014年4月にはイギリス初のクローン犬が誕生。2014年までに500人が集団生命、工学研究所に愛犬のクローンの申し込みを行っているという。2000年代に人のクローンの研究者として不正事件で、 韓国の学会を追放された後、2010年代に民間のクローン券ビジネスの大一人者として表舞台に再び現れた、抗議者に対しても倫理的な批判が、ネイ。2015年公開の韓国映画、ひさげ放射 ES 細胞絶造事件のモデルである、中世南道府与軍出身。幼い頃に、父親と死別し、母子家庭の農家で小さな頃から、 牛の世話をする境遇の中、牛の世界的な研究家になるという夢を持った。貧しい中から、親戚の援助や、奨学金を得て、大田高等学校、ソウル大学校従医科大学へと進み、1977年に卒業。研究者になって、以降は1日4時間しか寝ずに働いたという、立志店中の人物であった。1979年ソウル大学校で、 家畜臨床繁殖学修士号取得。1982年度博士号を取得。1984年から1985年まで、北海道大学獣医学部に、客員研究員として留学し、神奈川博士に指示した。1986年ソウル大学校専任講師。1987年度、助教授。1993年獣医科大学、副教授。 1997年度教授、ソウル大学校動物病院院長。1999年度重医科大学副学長。2004年度広座教授。2005年度重医科大学学長。1993年には韓国初の牛の人工受精に成功。1999年に韓国初の牛のクローンを誕生させることに成功したと報じられ。 医者などに比べて、韓国での社会的関心や、評価の低い獣医学という分野ながら、足を浴びた。2003年には、牛海面上の王将に耐性を持った牛、さらに人に臓器を提供できる、無菌処理をした豚を誕生させたと報じられ、世界的な研究者として認識されるようになった。2004年2月に体細胞由来のヒトクローン肺から、肺性幹細胞、 E.S. 細胞を作成することに世界で初めて成功したと発表したサイエンス誌2004年3月12日号電子版同年2月12日付。それまで羊、鳥、牛などの哺乳類においては体細胞由来クローン技術はある程度確立されていた。しかし人は愚か猿などの霊長類においてすら対、細胞由来クローンの成功はなく 世界中の生物学会を驚愕させた。2005年5月には患者の皮膚組織から得た体細胞をクローニングして、そこから患者ごとにカスタマイズされた ES 細胞11個を作成したと発表し、サイエンス誌2005年6月17日号、電子版5月19日、脊椎損傷や様々な病気を抱える世界中の患者に希望の光を与えた。 この際に使用した卵子が184個に過ぎないという異常な効率の良さも脚光を浴び、技術の実用化への可能性が高まったとされた。2005年11月前後を境に、韓国国内で人卵子売買、不法卵子での人工受精手術や、代理母などのブローカーの存在が明らかになり出し、ブローカーや産婦人科病院などにも警察の捜査が入ることとなった。 その中には、高宇釈教授と共に、長年肝細胞研究を行い2005年論文の教著者でもあった、老聖一の孫いる水目で病院理事長も含まれていた。2005年11月10日、2005年論文の教著者の一人であるイ・ピッツバーグ大学の教授が、ソウル大学、高宇釈教授が卵子を違法に入手しているとメディアに公表したのが発端となり、 研究対象となる卵子を入手した方法が倫理基準に照らして問題があることが判明してスキャンダルとなった。2005年論文に添付された培養細胞の写真が2個を11個に水増しした虚偽のものであ。本人はコピーミスとしていることが問題となった。2005年12月15日、卵子提供で協力関係にあり、高教授と共に ES 細胞の論文を発表した、老聖一、水目で病院理事長が韓国文化放送テレビのインタビューで、公教授は論文の内容が許だったことを認めた事実を明らかにした。これにより、サイエンス誌で発表された論文の ES 細胞に対する疑惑が高まり、その後の調査の過程で完全な捏造であることが確定し、サイエンスに発表された。 ES 細胞に関する二つの論文2004年2月2005年5月は2006年1月にサイエンス編集部の判断ですべて撤回された。当該論文の共同執筆者であったジェラルド・シャッテンは重大な疑惑があるとして2005年に掲載された論文から自分の名前を削除してほしいとサイエンス氏に申請したが却下されている。 ヒトクローン肺作成の成功、ヒト ES 細胞の作成の成功だけではなく、BSE 体制を持つとされるクローン牛、これまで難しいとされてきた犬のクローンなどを成功させたと発表していたが、調査により犬のクローン以外は全て鉄造であると報告された。これにより、クローニングによって ES 細胞の製造ができるという前提のもとに、行われていた研究は一時期べて怪人に返したも、 どうとなった。再び幹細胞と再生医療の研究に巧妙が、差し始めたのは、山中伸也のチームなどの日米の独立した3、チームがそれぞれ1 iPS 細胞の樹立に成功、発表した2007年のことである。2004年の論文発表以降、韓国社会は、木の成果に熱狂した。生科学研究、再生医学の世界的中心が韓国になることや、 その経済効果への期待、自然科学部門のノーベル賞を、韓国社会にもたらすことへ期待が膨らみ、研究チームに対する国民の支持や政府、企業からの支援が増大した。例えば、韓国科学技術部は、木を最高科学者の第1号に認定し、木が提唱する世界幹細胞バンクに、多額の援助を行い、高宇宙培養臓器研究センターを設立するなど、 支援を惜しまなった。別途、最高科学者の研究費として、年間30億ウォンの支援が行われる予定もあった。韓国情報通信部は、一クローン廃作成を記念した記念切手を、発行した後に販売中止、及び回収。木は、韓国警察庁によって、民間人としては初めて24時間体制の三扶養人、王法委員長、国会議長、 国務総理休憩後の対象となり、韓国文化体育観光部によって、韓国国会明治法大使に任命された。また2006年度から使用される予定だった小・中、高校用の教科書にも早くも木の業績が、大々的に掲載され、中世南道では、抗右尺記念公園を造成する構想も持ち上がっ民間からは、ペ、ヨンジュン・チェジウ。 キムヨナなども受賞している韓国報道人連合会、認定、誇らしい、韓国人大賞が授与され、大韓航空のファーストクラスに10年間乗り放題の権利が預かられ、業績を記念して5メートルを超す巨大な、高宇石像が建立され、インターネットでは、数々のファンクラブも生まれた。さらに数々の出版社から、木の電気や漫画が発売されるまでに至った。こういった、 熱狂の渦の中、抗宇尺は国民的英雄に祭り上げられていった。韓国国民はその研究における乱子入手などの倫理問題を指摘した韓国文化放送の報道調査番組 PD 手帳に対して国益を損じたとスポンサーへの不買運動を展開。韓国のインターネット社会では MBC を非国民と断ずる論調にあふれた。結果、 PD 手帳からすべてのスポンサーが交板、放送休止に追い込まれた。本来、こうした倫理問題や論文の信願性を調査し報道する役割である。はずのメディアは業界を挙げて MBC の報道姿勢とその取材手法に問題をすり替えてしまった。MBC 全体へのデモも無数に行われ、MBC の看板ニュース番組や他の番組にもスポンサーへの不買。 視聴拒否運動が拡大し、抗う尺に対する批判は許さないという風潮が作り上げられていった。この影響で MBC の全番組の視聴率が低下した。当初提示された疑惑は、乱子入手の倫理問題だけであったために、ボランティアで乱子を提供したいと1000人以上の女性が申し込みを行った。問題点が、乱子入手時の倫理問題から論文の絶像を さらにすべての業績に疑いが及ぶに至ってこういった抗ウ釈を支持する声も知りすぼみに終わり、ボランティアの募集も打ち切られることとなった。当初は精神的ストレスによって入院した抗ウ釈がベッドの上で苦悶の表情を浮かべる写真を掲載するなど、社を挙げて徹底的に抗ウ釈用語を展開していた中央日報も後に反省文を掲載した。 冷静さに欠ける世論取り性を書いた韓国メディアのあり方、さらには世間の誤解を追い風にノーベル賞受賞振興教育制度を目論んだ政府の姿勢を国内外に示して事件は収束したかに見えるが、その後も鉄道事件そのものを敵対組織の陰謀として信じようとはせず、熱狂的なまでに抗議者を擁護する韓国人も多く、 研究継続を訴え抗議の昇進自殺をするものまで現れた。このような熱狂は、高吾尺が貧乏な家に生まれ、親孝行をしつつ苦学して体制するという、朝鮮民族の理想的な英雄像にぴったりと当てはまるためでもあった。2005年12月24日付の産経新聞は、韓国、過剰な愛国暗転と題したコラムの中で、 本件が発生した背景について言及している。韓国の過剰な愛国主義に対しては、韓国日報が、木の偉大な成果を、韓国の民族性と結びつけた、おはし技術論が、韓国社会でもてはやされた原因は、文化的独創性と先進性に異常なまでに、執着しきた、韓国的集団意識によるものと説明した上で、最古、最高に執着するのは、歴史的に、 中国中心の北東アジア文化圏の辺境で暮らしてきた集団的コンプレックスから旧石器鉄造事件を絶造し日本人くらいなもので我が国はそんな意識に染まる理由はない。たとえ二等でも遥かに下は多い。こう尺神話の崩壊とともに我々の脅迫観念も一緒に解消するよう期待する。と日本人を揶揄しながら反省している。また、 鉄像が発覚して最終的に反省文を発表した中央日報をはじめとした韓国主要メディアのサイトには科学技術関連のカテゴリーが存在せず本件を科学的に考察する報道姿勢もほとんどなく最初から交うという偉大な韓国人にまつわる愛国主義的な政治社会記事として報じられていたまた日本人が 自然科学系のノーベル賞を受賞するたびに、韓国の主要新聞やテレビなどのマスメディアは、日本人は人も受賞したのに、なぜ我が国は一人も受賞できないのかといったような社や論評を載せ、韓国国民の愛国的対日民族意識を鼓舞していた。これらの韓国のメディアの発信を受け、インターネット上で韓国のネチズンがうごの州と化して、 公右尺に対する狂信的な世論をまます情勢した。このような韓国メディアの報道に対して、マスメディア出身の京東レテツ、カンヒョンチョル宿命女子大学校教授は、韓国の言論機関は、植民地時代に日本メディアから学んだ権威主義を受け継ぎ、軍事独裁時代には権力と同化した怖い存在だった。民主化されても大衆を啓発しようとする。 愛国心とナショナリズムが強く英雄、抗宇宙を客観的に見ることができなかったと原因の一因は日本にもあると弁明している。また、本県までの韓国人のノーベル賞受賞者は2000年の近代中の平和賞以外になく自然科学分野でノーベル賞を狙えるとされた韓国人科学者は抗宇宙が最初であり、韓国国民の彼の業績への期待は なみなみならぬものがあった。さらに、韓国国家情報院の情報官が、近代中が平和賞を受賞した理由となった、南北首脳会談は北朝鮮への不正送金により、実現したものであり、受賞も工作活動によるものであると主張していた、ことから。また、韓国政府は、世界に貢献できる研究者を対象に幅広い、支援体制を整えるべきであるとは考えず、 鉄道事件後においても、あくまで国威専用のため、ノーベル賞受賞者を生み出すべく、科学分野でノーベル賞を受賞するに値する科学者を選定し、10年間で一人、あたり最大20億ウォンの政府支援をするという、スターハカルティ支援事業を本格化させているが、日本の島津製作所の一サラリーマンである、田中光一がノーベル賞を受賞したことによる衝撃などから、 韓国内でもこうした政策に対して懐疑的な見方が少なくない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。